確か机の引き出しに記号が描かれていたわね。ミヤ先輩、写真送るね。針の色が違いますわね。付け替えますわ。とりあえず針は付け替えましたわ。また記号通りに針を回せばいいのかな。やってみますわ。これで何か起こるのかしら。おお、ミヤ先輩が驚いて悲鳴を上げるのを必死に我慢した。当たり前じゃない。私だってそう何度も同じ過ちは繰り返さないわ。ブー、みやびちゃんの可愛い悲鳴聞きたかったのに、ちょっとだけ残念。もう二度とそんな機会はないわよ。で、何か落ちた音がしたよね。時計の中に何かあるのかも。みや先輩、探ってみて。今からやろうと思ってたの？あまりせかさないでほしいわ。何かあるわね。引き抜いてみるわ。手だよね、それ。みやびちゃんが話したらいいだけだよ。ありがたや、ありがたや。やっぱりみや先輩の悲鳴はグッとくる。私が驚いて悲鳴をあげる？ふふふ、そんな機会は二度とないわよ。だっけ。こっちは心臓が止まりそうだったというのに。ごめんね、みやびちゃん。もうからかったりしないから。はぁ、それでこの作り物の手、やっぱり持っていくのよね。持ち。気味が悪い。最低の気分よ。
私の勝ちね。さあ、今度こそ甘いお菓子を。あ、なんか出てきた。お菓子じゃないね。メモ用紙かな。くっ、私の期待をことごとく打ち砕いてくれるわね。まあまあ、もしかしたらそのメモ用紙、食べれる紙でできてるのかも。とてもそうは見えないわ。それに私、ヤギじゃないの。まあまあ、とにかくそのメモを読んでみてよ、食べちゃう前にさ。だから、食べるわけないって。はぁ、もういいわ。読むわよ。人形屋のからくり箱には、二重底の細工が施してある。だって。からくり箱って、アイナちゃんがやってたやつだよね。おう、
でも二重底には気がつかなかったな。もう一度調べてみる？わざわざそんな細工をするくらいだもの。何か貴重な品が隠されてるのかもしれないわね。わかった。お菓子が隠されてたら、ミヤ先輩にあげるね。よろしく。本当に二重底になってる。何が入ってるのかな。よいしょっと。なんでミヤ先輩の方がビビってるの。ミヤビちゃん落ち着いて。作り物の手だよ。もう何なの。とりあえず持ってくね。はあ。
これで人形のパーツは全て揃ったはずだけど。うわ、口からなんか出てきた。気持ち悪い。それカードに見えるわね。もしかしてマスターキーじゃない？本当だ！これマスターキーだよ！これがあれば管理室で入り口のシャッターを開けられる！ヒマ先輩、拾って大事に持ってて。わかってるけどさ、なんか濡れててベチョベチョしてるんだよね。拭くものないかな。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。着ぐるみがいつ来るかもわからないのに。そうだよね。拾うよ、拾う拾う。やっぱりネバついてる。なんかちょっと匂う気もするし。どうして口の中に隠すかな。もっとマシな隠し場所だってあるだろうに。とにかくこれで施設のシャッターを全て開けることができるわ。脱出まであと一歩よ。ここまで来れたのはヒマ先輩のおかげ。何度も私たちを励ましてここまで連れてきてくれた。そうね、ヒマリがいなければとても無理だったわ。うん、ヒマ先輩はまるで映画の中のヒーローみたいだった。うん、
私はそんな大した存在じゃない。励ますなんて誰にでもできる普通のことだよ。私には長所もないし、誇れるほどの特技だってない。人とは違う個性だってない。ヒーローとは程遠いよ。私は元気なだけのどこにでもいる普通の大学生。私は何者でもない。そんなことない。あ、私はその他大勢の中の一人なんかじゃない。ここでのことを思い出して、困難に立ち向かった姿を、仲間を救うために勇気を奮い起こしたことを、ここでの私は今までの私とは違う。動画を見た視聴者も必ずそう思う。それを忘れないで。ありがとう。ひま先輩？ごめん、ちょっとぼーっとしちゃってた。さあ管理室に行こう。このマスターキーでシャッターを開けるの。ええ、急ぎましょう。はしごをしっかり固定できたわ。これで大丈夫。大丈夫だよ、アイナちゃん。降りるときは私がしっかり見てるから。うん、怖いのは少しの間だけ。頑張る、頑張る。これで合流する準備はできたわね。今すぐに合流しないの？その前に管理室でマスターキーを使って外に出るためのシャッターを開けないと。そっか、そうだよね。アイナちゃん、ここまで来たらあともうちょっとだよ。うん、早くシャッターを開けて合流しよう。先輩たちに会いたいよ。よし！
マスターキーをここに挿して。うん、この施設のシステムを全部作動できる。やった！アイナ、シャッターを開けてちょうだい。もうすでにやってる。これでシャッターは全部開いてるはずなんだけど。大丈夫、シャッターの音が聞こえる。開いてるよ。あとは用意しておいたはしごを使ってひまりの待つ1階に降りればいいだけね。うん、大丈夫、私も降りる。怖くない、怖くない。待ってるからね、みやびちゃん、あいなちゃん。